皆さん、こんにちは。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。それでは本日もフィリピン全体とダボー地域のニュースについてお伝えしていきます。まずはフィリピン全体の新型コロナウイルスに関する情報です。5月3日木曜日午後4時の時点で、新たに新型コロナウイルス感染者が295人も増加しています。これで感染者の総数は9000人を超えています。9223人となっています。はい。また回復者は90人増え、回復者の総数は1214人となっています。死者数は4人増え、死者の総数は607人となっています。引き続き増加していますので気をつけていきましょう。はい、次です。フアン・エドガルド・アンガラ上院議員、フィリピンの政治家さんですね。5月2日の土曜日に新型コロナウイルスの検査で再び陽性を示したことを発表しました。アンガラ氏は新型コロナウイルスから回復したとされていましたが、回復後の2週間の隔離の後に行った検査で再び陽性反応が出たとのことです。まあ同じことがですね、韓国とか中国、まあ他の国でも1回陽性になって入院して回復したとなって、そしてまあ2週間隔離自分でしてとなって大体治っていくと思うんですけども、その2週間経った後にまた検査したら再び陽性だったと。これいろんなところで起こっているんですけども、まだなんでこうなってるのかっていうのは解明されてないそうですね。まあでもルール上はね、回復して2週間隔離して大丈夫だとなって、必要最低限の買い物とか行っていいはずなので、やはりですね、こういうことが起きるとやっぱり外は危ないなと改めて思いますね。はい、気をつけていきましょう。はい、次です。マニラ国際空港当局は5月2日土曜日の夜遅く、だいたい11時ぐらいでしたけども、空港の停止をなんと発表しました。停止期間は指定されていません。致命的なコロナウイルスの蔓延をさらに緩和するためという理由で、フィリピン発着のすべての商業便及び旅客便が5月3日日曜日の午前8時から停止されることを昨晩ですね、5月2日の夜に発表しています。一方、フィリピン航空は別の声明で、停止は1週間または5月9日までであると発表しています。はい、フィリピン航空はですね、5月4日から5月8日までの間に出発するマニラ行きの米国からの特別旅客便をキャンセルする必要があったと発表しています。マニラ国際空港当局は Facebook への投稿記事で、新型コロナウイルスに対する全国対策委員会が全ての商用旅客便を5月3日日曜日の午前8時から一時停止することを決定したことが、はい、投稿で書いてあります。貨物便、医療用品、ユーティリティ、メンテナンス便は継続され支障はないとのことです。そして5月2日の発表は、以上のように発表されていたんですけれども、本日5月3日の報道では、海外フィリピン人労働者 OFW ですね、および外国人、永住者、学生ビザ保持者は引き続き国を離れられるとされています。はい、そしてこの件で私、総領事館にですね、連絡してみたんですけども、5月6日にダボーからマニラへの無料臨時便が飛びますので、その件はどうなってますかっていう質問で連絡したんですが、総領事館からは最初はですね、ダボー市と関係当局に確認しますという返答だったんですけども、最終的に本日の夕方時点ではダボー市は5月6日の無料臨時便を飛ばしますということにしているという連絡がございました。ダボーにいらっしゃって日本に帰りたい方はね、せっかくのチャンスですのでね、5月6日の便に乗られる方々が無事に日本に行かれることを願っています。はい、続いてダボー地域のニュースです。保健省ダボー支局は5月3日午後5時の時点で、新たに1人のコロナウイルス感染者を確認しました。これでダボー地域の新型コロナウイルスの感染者総数は142人となっています。そして回復者数は2人増えて、総数が82人、死者数は変わらず20人となっています。はい、次が最後のニュースです。ダバオ市のサラ市長は、新型コロナウイルスに関する省庁間タスクフォースが、もし5月15日以降にダバオ市の現在施行されている強化されたコミュニティ隔離が、一般的なコミュニティ隔離に緩和されない場合は、ダバオ市として、そのタスクフォースにですね、強化されたコミュニティ隔離は続けますけども、それをちょっと規制を緩めた形で実施することができないかということを検討させてもらいたいということを考えているそうです。なので現時点ではですね、やはり感染者が増えているので、もしかしたら5月15日以降も国の中央からですね、
引き続き強化されたコミュニティ隔離を続けなさいと言われるかもしれないんですけれども、それに関してもしそうやって言われた場合は、ダボー氏としてはそのまま続けるのではなくて、ちょっとでもレベルを落としてですね、続けるようにしたいというのが市長の考えだとのことですね。はい、まあ引き続きですね、油断できない状況が続きますけれども、どうぞ心身ともに健康でということを心がけてお互い行きたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひいいねボタン、コメント、そしてチャンネル登録まだの方はよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。